アスクレピオスの杖、アスクレピオスの杖とは、ギリシア神話に登場する名医アスクレピオスの持っていた蛇の巻きついた杖。医療、医術の象徴として、世界的に広く用いられているシンボルマークである。欧米では、医の象徴として、世界保健機関、米国医師会等のマークにも使われている。薬学のシンボルとして、薬局の看板などに用いる国もあるが、 薬学のシンボルとしては、ヒュギエアのサカズキが一般的である。また、このマークは、世界各国で、救急車の車体に描かれていたり、軍隊や、準軍事組織等で、軍医や衛生兵などの兵科気象や資格章、特技章に用いられていることも多い。日本の陸上自衛隊でも衛生化職種の職種気象に用いられている。フィクションの世界でも、スタートレックにおいて、 宇宙艦隊医療部の希少として使用されているなどの例が見られる。ケリケヨン、アスクレピオスの杖はヘルメースの持っている杖、ケリケヨンとデザインがよく似ているが、両者は全く別のものである。ただ、2社の混同は欧米においてもしばしば見られる。後者は杖に翼がついているため装飾性が高く、軍隊でも翼付きのウィングマークがしばしば用いられるため、 デザイン上あえてそちらを選択する例もある。日本国内の例を挙げると、防衛医科大学校の校章が、ケリケイオンの杖に酷似しているが、公には平和の象徴であるハトとヘビズエを、組み合わせたものとされている。ありがとうございます。